7分でわかる構造主義。さあ、現代の思想、西洋思想第2弾ということで、ここはかなりレベルが高くなるので注意してね。構造主義スタートさせていきましょう。さあ、ではいつも通り定義付け。構造主義ってなーに？構造主義ってあらゆる事象を複数のものや関係に着目し、全体構造から理解することを指します。ああ、よわからん。じゃあこれの解説やねんけど、理性的で自由な主体という人間主義を否定。人間は思考の枠組みの中に囚われているという反人間主義に関わる。いや、ようわからん。まあ今の段階ではわからんでもいいから、まず一つ一つ理解していくよ。じゃあまずは構造主義の創始者から見ていきましょう。人物データ、フェルディナンド・ソシュール。構造主義の祖、スイスの言語学者。言語能力で名前を付けることで初めてそれが他のものやことから区別され存在を捉えられるとした人物。思考は初めカオスで秩序を持たないが、言語が構造化する。すなわち全体の物事を決めていくのは言語だって言った近代言語学の父って言われてるからな。じゃあ詳細を見ていきましょう。さて、まずは例えばの例で日本語と英語の違いで見ていこう。日本ってさ、何か米に対しての神聖な気持ちっていうのがあるよね。ご飯を炊いたらほかほかのご飯、米粒は米、そして稲の状態なら稲って言うんだけど、英語ではこれをひとまとめにして Rice って言うよね。それに対してさ、日本人ってあまり肉に馴染みがない、牛肉に馴染みがなかった。実際に食べられたのも明治時代からやからね。それに対してさ、アメリカとかイギリスとかこの英語圏の人たちは牛肉というものにすごい愛着を持っているというか、部位リブロースとかサーロインとかね、これは英語であって日本語ではこんな部位の名前はないね。よって牛肉って言うよ。ソシュールは言うてるな、名前と物の関係は絶対的ではない。だから社会制度としての言語ルールなしに発話はない。言語も社会も全部のルールがあるから多様が生まれるわけで、全体的に物事を見た場合ルールなしに発話はない。まるで言語のように社会は形成されているっていうよな。ルールがあるから多様性が生まれる。全体的に物を見ればわかるよね。これがソシュールな。さあ、このソシュールの考え方をさらに発展させたのが人物データ、クロード・レヴィ・ストロース。構造主義を文化人類学に応用した人物で、フランスの文化人類学者、構造主義の思想家。アマゾン川流域の先住民の調査を行った人物だから、こうやってちょっとワイルドなヒゲが生えてるよね。さあ、この人は世界全体を構造として理解し、ヨーロッパの人々は自分たちの文化が未開地域などと比べると優れていると思ってること自体が問題だって言うんですよね。著書、野生の思考、悲しき熱帯。この野生の思考は絶対注目しといてね。じゃあヨーロッパの人たちが何を優れてんねん、何を優れたと思ってんねんっていうところを見ていきたいと思います。レヴィストロースはアマゾン奥地の様々な民族社会の親族婚姻関係を調査したんや。そうやったらさ、どの民族もさ、近親相姦を禁止してるよな。これは近親相姦を禁止することをインセストタブーって言ったりするんだけど、アマゾン奥地の文化でもインセストタブーっていうのは明らかになってんねんな。じゃあなんでインセストタブーが禁止されてるかって言ったらね、近親の女性で性行為を済まして満足しちゃうとさ、交換ができないようになって他のコミュニティとの交流が途絶えちゃうんやって。それがその民族の社会を停滞させて社会自体が成り立たなくなるから、この近親相姦というのを禁止してんねん。この社会が生き残るために、民族が生き残るためにこの近親相姦っていうのは禁止されてるっていうのをこの調査によって判明させたんよ。ってことは全体を見てこのルールが決められてるっていうのがわかるよな。だからさ、未開地域だからっつって完全なルールがないとか文化がないとか言うんじゃなくて、野生の思考でダメなものはダメ、タブーになってるのではないかって考えた。だから未開社会の思考を野生の思考って呼んでる。ここから結論付けられることは、自分の文化がすげえみたいなこの自民族中心主義ではなくて、それぞれの文化は固有の価値があって素晴らしいものだって考える文化相対主義っていうのを良しとしているんやな。もちろん加えて未開社会の人々ってさ、先進国の人に比べたら自然への畏敬の気持ちを持つなど、先進国が反省すべき点もたくさんあるんじゃねえのって言ってるな。ここはレヴィストロース、素晴らしい考え方だなと思います。ヨーロッパがすごくてさ、未開地域の文化がしょぼいみたいな、この考え方はおかしいんよ。文化に優劣はないんです。さあ、ラストがミシェル・フーコー。フランスの哲学者、近代社会をむちゃくちゃ批判した人だからね。
著書絶対見といてね。狂気の歴史、監獄パノプティコンの誕生、注目をしておいてください。さあフーコー、なんて言ってますか。私たちがその常識から逸脱した瞬間に狂気として排除されてしまう。うん、わからん。じゃあもう少し詳しく見ていきましょう。まずこちらの図見てください。人間というのはね、この社会の枠組み、常識の中で育ってるよね。この中の常識とか枠組みの中から漏れてしまった人、排除されてしまった人を狂気だと言ってレッテルを貼ってるんだけど、これはそもそもこの枠組み作ったん誰っていう話で、権力が枠組みを作ったんじゃねえのってフーコーは批判するよな。枠組みっていうのはさ、これがノーマルだということが知らず知らずのうちに教え込まれているため、そこから逸脱した欲望や発想は湧き上がってこないよう抑圧されている。まあこれはね、教育の弊害というものもありますね。常識から逸脱した発想こそビジネスにつながるのにさ、ここは反省すべき近現代の教育だよね。まあこの枠組みの一番象徴的な部分がこのパノプティコンだ、監獄だって言ったわけやな。この監獄生み出したん誰だった？せやな、ベンサムやで。思い出しといてや。ってことはフーコーはベンサムを批判した。これでオッケーやな。しかもフーコーは各時期の研究者の視線や認識はエピスメーテという枠組みがあるんじゃねえのって言ってるよな。この枠組みの中から逸脱した思考というものは出てこないって考えて、それぞれの時期に分けてエピスメーテがあるんじゃねえのって言ってるよな。軽くこの表は見といてほしいなと思います。さあフーコーの内容は結構出てくるからまとめておくよ。まず1つ目、権力が人を肩にはめ込み人を支配したのではないかってまず1つ目批判やったな。2つ目、近代理性は権力を強化する監獄などの装置を作り出したってベンサムを批判した。そして3つ目が、人間中心主義の限界がある、問題点は権力統制だ、権力者が枠組みを作ったんだと批判したな。じゃあこの枠組みを脱するためにはどうすればいいのかっつったら、フーコは人間の考え方が形成されたプロセスは歴史の中に埋もれているので発掘せねばならない、これを発掘し問題点を解決していく、これを知の考古学って呼んでるからな。注目をしておいてください。最後にフーコーの名言、暴動を通じてこそ主体性は歴史に導かれ、歴史に生命の息吹を与える、逸脱した者は馬鹿げた処罰と自分の生命を天秤にかける、狂人はもはや監禁を受け入れないし自分の権利の執行を受け入れない、民衆は自分たちを圧迫する体制を拒絶する、君たちも枠組みをぶっ壊す、クリエイティブに生きてください。以上、構造主義でした。